この動画では生活の中で取り組むストレスマネジメントについてお話ししますストレスマネジメントとは自分でストレスを把握しストレスに対処していくことですストレスをゼロにすることは残念ながらできませんのでストレスと上手に付き合っていくにはどうすればよいかということを考えていくことになりますさてストレスマネジメントは3つの段階で考えていきますストレスサー ストレス反応コーピングです順番に見ていきましょうまずはストレッサーですストレスの元となる外的刺激のことです主なストレッサーとして暑さ寒さといった気温や騒音などの環境入学や引っ越しといったライフイベントさまざまな人間関係などが挙げられますまた、 欲求が満たされないこともストレッサーになさまざまあり例えば睡眠不足など生きていく上での生理的欲求から事件や災害などで安全に暮らしたい気持ちが脅かされる場合までまた他者に認めてもらいたい承認欲求など社会的な欲求が満たされないというようなことがストレッサーになることがあります。何をどうスストレスと感じるか どの程度スストレとと感じるかには個人差ががありますす自分でで傾向を把握しておくことが大切です無防備に漠然とストレスにさらされることは心身のエネルギーを消耗しますので自分がなぜストレスを感じているのかどのくらい感じているのかを知ることがストレスマネジメントの第一歩になります次にストレス反応についてですスストレス反応とは ストレスへの反応の現れ方で三つに分類することができます。一つ目は身体の反応です。腹痛や肩こり、発熱などストレスが体の症状として出るものです。体の症状は他にも頭痛、下痢、神経質など多岐にわたります。二つ目は心理的反応です。 いつもよりイライラする、そわそわして落ち着かないなど、気持ちがいつもと違う反応をするものです。他にも、くよくよしがち、優柔不断でなかなか決められない傾向が強くなる、などがあります。三つ目は、行動です。いつもより食べる、寝る時間が増える、遅刻しがちになる、買い物がしたくなり、使う金額が増えるなど、 行動が極端な形でいつもと変化するものですストレス反応もどのように反応するかどのくらい反応が強く出るかに個人差があります日頃から自分がどのようなストレス反応が出やすいかを把握しておくことが大切です自分でも気づかないうちにストレスがたまって無理をしてしまっているときにストレス反応が先に出て自分に ストレスが溜まっているよと教えてくれることもあるからです。最後に、コーピングについてです。これはストレス対処法のことです。私たちは生活の中で、自分なりにストレスに対処する方法を身につけて、何とかやってきているわけですが、その方法には次のようなものがあります。まずは、積極的対処です。 悩みの原因に向き合い、解決方法を考え、解決のために行動することが該当します。次に、認知的対処です。認知とは、ものの考え方や捉え方のことです。辛い状況の中にも、まだこの部分は良い面があると考えたり、この体験が自分の人生にとって意味があると考えたりすることで、状況は変わらなくても、 物の考え方や捉え方が変わることで気持ちが変わり、ストレスを感じにくくなることがあります。そして、ソーシャルサポートです。これは、人に助けを求めることです。現実的に援助をお願いする場合もありますし、話を聞いてもらうことで心の支えを得る場合もあります。次から、回避・気分転換について考えていきましょう。 ストレッサーを避けようとすることは一般的に社会では逃げてていいる、るる甘えているとみなされる場合があります。また気分転換をしても悩みそのものがなくなるわけではないので意味がないと思われている部分がありますしかし負担を回避して必要以上に自分を追い詰めないことも気分転換をして悩み続けないことも大切なストレス対処法であると考えられます。 悩み続けて解決法が浮かぶ時はいいですが悩みのスパイラルにはまって一人で考えている時人は出口のないぐるぐるる思考に陥りがちですこうなったらどうしようだからこうしなきゃでもできない悪いことになるに違いないどうしようこうした出口のない思考を続けると脳が疲れてしまい心身のエネルギーを消耗してしまうのです。 結果、前向きに対処することができなくなってしまいますそのため、ぐるぐる思考をストップさせることには意味があるのです気分転換の方法はいろいろ自分の好きな方法で良いと思いますスポーツなど体を動かすこと本や動画を見るなど好きな活動に没頭することマッサージや温泉など 体から自分をケアすることおいしいものを食べることそのほか歌う大声を出す泣くなど発散することや一人になるボーっとするなど刺激を減らしてのんびりすることを好む方までいます好きな方法でよいですが何事もやりすぎには注意が必要です近年大企業が導入したことからマインドフルネスが知られるようになりました マインドフルネスは、今こここに意識を向けることです。私たちはつい過去のことをああすればよかったあの時ああだったらと後悔しがちですしこうなったらどうしようと未来のことを不安に考えがちです悩みのもとは過去と未来から発生すると言えるかもしれませんそうした考えから離れ今ここに意識を向けることで 心が安定しストレスが軽減することが分かっていますしかし何も考えずに今ここに意識をしっかり向けるということはとても難しいことですそこで方法を2つご紹介します1つは10秒呼吸法という呼吸法です数えながら呼吸に意識を向けることで今ここに意識を向けやすくなります 10秒呼吸法では123で息を吸い4で呼吸を止め5678910で息を吐いていきますもう一つの方法は肩の上げ下げ下です。悩みがある時私たちの体は硬く縮こまっています。体と心はつながっているので、 体から心を緩めることができるのですが私たちは緩めるということが苦手です力を入れて頑張ることはたくさん経験してきていますが緩め方は学んできていませんそこで一旦わざと力を入れてから緩めるのです力を入れて肩を上げ耳の近くで止めます肩を下げて力を抜きストーンと緩めます 緩めた後はすぐ動かさないで、肩の力が抜けた感じをじわーっと味わってみてください。それでは実際に動きを見てみましょう。はい。一二三四。五六。七八九十。もう一回いきます。三、はい。一二三四。五六。 七八九十。力を入れて肩を上げます。耳の近くで止めます。肩を下げて力を抜きます。もう一回いきましょう。力を入れて肩を上げます。耳の近くで止めます。肩を下げて力を抜きます。いかがだったでしょうか。 忙しい毎日の中でも心の声に耳を傾けちょっとした時間で自分をケアする意識を持ちながらストレスマネジメントに取り組んでいただけたらと思います。ごご視聴ありがとうございました。